西名が12月11日に新曲和音をリリースすることを発表した。和音は11月29日にツアーファイナルを迎えた全国ツアースーパーコンプレックスでも披露されていた楽曲で、プロデューサーは変態紳士クラブの活動を軸に様々なプロデュースワークで腕を振るうじいじが担当している。50音をモチーフに愛を歌う西名というアーティストの本質を突くような曲に仕上がっている。和音ジャケット画像。なお本楽曲は11月29日21時から23時48分放送の FM802 ロックキッズ800にリザリットフライデー番組内にて初オンエアされる。また TikTok では11月30日より先行配信がスタートする予定だ。さらに2025年4月には東京国際フォーラムホールウェイで自身最大規模となるワンマンライブを開催することが発表された。チケットは11月29日21時から12月15日23時59分まで E にて最速先行受付中だ。詳細はオフィシャルホームページをチェックしてほしい。新曲和音配信日2024年12月11日水曜日携帯配信限定シングルプリオドプリセーブリンク https://nishina.lnk.2/wawon ラジオオンエア情報 FM802 ロックキッズ800にリザリットフライデーマイナス放送日時11月29日金曜日21時23時48分 DJ 高木リサ番組 https://fun-k-802.com/サイト/ブログ/152/1521番組ツイッター rk-802lisa番組インスタグラム rk-802lisehatops ラジコ.jp/ts-802 20兆2411億2921万。西名ワンマンライブタイトル後日発表。日程会場4月12日土曜日東京東京国際フォーラムホールへ。オープン17時スタート18時。チケット情報価格5800円。全席指定未就学児入場不可譲渡転売禁止。最速先行受付 URL https://eplus.jp/nishina2025/受付期間2024年11月29日金曜日21時12月15日日曜日23時59分